9月27日水曜日です。BL フィルター、それから可変の NG フィルター、これがどのように効果を出すか、あるいは両方使った時にどういうふうにやるかっていうのをちょっと見てます。こうやって比較しても多少色が違うんですね。これとこれを使ってこれからやってみます。現在はフィルターなしの状態ですが、まず色を見てみましょう。こっちが ND フィルター、こっちが PL フィルター、 PL フィルター、 ND フィルター。これメーカーによっても多少違うと思うので、これからちょっとサーキュラー PL フィルター、最初が絞りが F が13だったんですが、プラマイ0まで持っていって、一番サーキュラーを回して暗くなるところ、なんか暗くならない、この辺かな。現在 6.3 ですね。 ND フィルターに変えてみます。これ ND フィルターですけど、これ可変の ND でずっとこうやって回していくと暗くなっていくんですが、これで今 6.3 でF が 6.3 で一番いいところ、この辺りですね、してみました。PL と比べてどうでしょうか。ちなみに ND なのでもっと暗くできるので、絞りを例えば 2.8 ぐらいまで持っていって、ずっと暗くしていきます。可変の ND は実際のフィルター径よりレンズが大きいので、先に PL フィルターをはめます。かなり暗くなったので、 PL を回さないように ND を戻していきます。それで元の 6.3 というところ、絞り 6.3 というところで ND をさらに戻します。逆に暗くなってた。これ以上明るくならないということは、 ND も PL も効いているので、あとは絞りで今 3.2 でプラマイ0になりました。こんな感じです。違い出たでしょうかね。なんかフォーカスが全体に来てしまっている感じがしますが、でも同じようになるか、ちょっとレンズを変えてフィルターの径も変えてやってみます。今 20mm の単焦点の F が 1.7 のレンズですけども、フィルターを使わない場合は F10 です。60分の1で F10、 色が違います。ここが一番暗くなりますね。で開けていってプラマイゼロになるのが5.6、 6.3、 6.3 ですね。これが PL フィルターのみ、ちょうどいいところまで持っていこうと思うと、ずっと回して暗くなって、この辺ですかね。これは今 6.3 の60分の1。このレンズは 1.7 なので、ちょっと開放に近づけてみます。ずっと絞って今プラマイ0、
60分の1、これぐらいかな。今 F20 60分の1、 PL フィルターで現在ホワイトバランスを曇るにしてるんですけども、 PL フィルターを使うと色が変わるので、ホワイトバランスをフィルターをはめてから撮り直してみます。どうでしょうか。ちょっとなんか明るくなってきたかな。で PL フィルターと ND フィルターもちょっと色が違うので、このまま ND に変えてみます。色変わったでしょうか。ちょっとそれで、まあ、暗くなったので、プラマイゼロ、これが、F13 の60分の1。もう一度ホワイトバランスを取り直します。これが、ホワイトバランスを取り直した ND フィルター、K&F というメーカーの ND フィルターで、今 F13 の60分の1。さっきのホワイトバランスがこちら、これが PL フィルターのホワイトバランスで、こっちが現在の ND フィルターのホワイトバランス。それからですね、今日 58mm のフィルター系のレンズは持ってこなかったんですけども、これが 58mm で使っているケネルというメーカーのバリアブルの ND フィルターと、それからこっちが DHG というメーカーの PL フィルターです。でこれを重ねるとですね、重ねて使うと最初はいいんですけども、ずっとネジを回し込んで最後まで入れると、こんな風に真っ黒になってしまいます。で PL フィルターと ND フィルターはフィルターが干渉するということがこれで分かりました。以前使おうとした時に真っ黒になって使えなかったことがあります。だからその時はあんまり、このネジを締めすぎない状態であればかろうじて使えるかなと思います。最初はこう透き通ってるけども、合わせて締めていくと最後で真っ暗になってしまうんです。ちょっと緩めると大丈夫ですけど、一番最後で干渉して真っ暗になってしまうので、使えなかったということがありました。なので、もし使うときには事前に重ねて使うときは事前にはめて問題がないか確認をしておく必要があります。なかなか現場で比較するのは難しいんですけども、ある程度知っておけば使い分けができるかもしれません。で色に関しては微妙に違うので、そこは注意ポイントかもしれません。